皆さんこんにちは。2023年5月18日午前10時過ぎ、東京都目黒区目黒の歌舞伎俳優市川猿之助さん宅で、猿之助さんと両親の3人が倒れているのが見つかりました。警視庁目黒署によると、母親は現場で死亡が確認され、その後父親も死亡が確認されました。猿之助さんは搬送時意識があったといいます。状況から見るに一家心中と思われますが、なぜこのような選択になってしまったのでしょうか。そこで今回は市川猿之助さんの一家心中についてまとめていきます。今回の事件は前述の通りで、目黒署幹部によると、猿之助さん宅を訪れたマネージャーが倒れている3人を発見し、猿之助を迎えに来たら、猿之助さんの意識が朦朧としていると119番通報。捜査関係者によると、猿之助さんは地下の自室で倒れており、近くに遺書のような書き置きが見つかったそうです。両親は別の部屋で倒れていたといいます。一体なぜ猿之助さんはこのような選択をしてしまったのでしょうか。調べてみると、事件日同日ニュースサイトにて猿之助さんのセクハラ・パワハラの疑惑が報道されました。この報道について詳しく見ていきましょう。猿之助さんの舞台に立った経験を持つある役者は、猿之助さんとの関係性にかなり苦悩していたといいます。例えば地方興行などの際、頻繁に猿之助さんのホテルの部屋に誘われ、お酒に付き合わされたり、そればかりか隣に寝なさいと指示され、横になると布団の中に潜り込んできてキスをされたり、体をもてあそばれたりと、過剰な性的スキンシップをされるというのです。拒絶という手段に訴えられないのは、一門で絶対的な力を持つリーダーの猿之助さんと、一門の弟子筋や俳優スタッフの力関係に理由があります。師匠と弟子、座長と役者、裏方の関係は絶対で、無言の圧力の中で間違っても口答えしたりすることはできません。性被害に悩んだ役者も我慢するしかないと無言で耐えていたといいます。厳然たる上下関係を感じ、泣き寝入りするしかないんです。澤瀉屋周辺では、そうした猿之助さんの行動は知られた話で、周囲は今日は彼が腕枕要員だったんだなという目で見るばかりだといいますと劇場関係者は話しています。また別の劇場関係者からは、劇場のスタッフが猿之助さんからキスを求められたことがあったそうです。そのスタッフは猿之助さんの公演に携わってきていた人でしたが、キスを拒否した途端、次の公演から担当を外されてしまいました。それがキスを拒絶したことが理由なのかは分かりませんが、周囲はそう理解していますと話しています。猿之助さんの周囲では、そうした証言が後を絶たないようで、ある澤瀉屋関係者からは、猿之助さんは陽気でチャーミングで洒脱でいいお兄さんキャラなのはその通りです、ただ夜にお酒を飲んだ後2人きりになるのが怖いんです。私の場合はタクシーで手をつなぐのは当たり前で、キスをされたり下半身を好き勝手にされたりする程度でしたが、周りにはもっと深刻な接触を求められている人もいました。拒否したらどうなるか、舞台で役を与えられなかったり、無視されたり、スタッフなら仕事を取り上げられたり、狭い世界なので断るのは本当に勇気がいることなんですとの暴露もありました。しかし猿之助さんのご乱行はそれにとどまりません。前室のある澤瀉屋関係者が明かしています。コロナ禍の前から誕生日会や新年会、忘年会、公演の打ち上げといった名目で、猿之助さんが主催するパーティーが頻繁に行われていました。参加するのは澤瀉屋の一門にいる若手の歌舞伎役者や、猿之助さんの興行などに出演する舞台俳優やアクション俳優などです。ただコロナ禍を迎え、飲食店など人目がある場所での大人数の集まりははばかられるようになった。そのためここ数年は歌舞伎座近くの名門高級ホテルのスイートルームや、横浜や鎌倉、葉山、河口湖などの隠れ家的な高級ホテルを一棟貸し切ったりして、二
どんちゃん騒ぎをやっていました。コロナ禍になる前より周囲の目がないところで身内ばかりで遊べるので陰備な濃厚接触がよりエスカレートしたんです。5月8日に新型コロナは感染症法上の5類に移行し、日常は戻りつつあります。しかしコロナが猛威を振るっていた期間中は、歌舞伎に限らず舞台公演の関係者やコンサートに携わる音楽関係者が細心の注意を払っていました。もちろんどんなに気をつけていても感染してしまうことはあります。ですが猿之助さんのように主役級だと簡単に代役を立てられない。公演が中止になれば歌舞伎興行を行う松竹にも一門にも大打撃です。もちろんチケットを買って観劇するお客さんにもご迷惑がかかります。にもかかわらず人目を忍んだパーティーはコロナが猛威を振るう時期にも行われていたそうです。猿之助さんは2021年7月30日と2022年7月22日に新型コロナ感染を松竹を通じて発表しています。1回目では翌8月の8月花形歌舞伎には代役が立てられましたたが、2回目は他の感染者がいたことも背景に7月大歌舞伎は7日間休演になっています。調べてみると1度目の感染の直前にも猿之助さん主催のパーティーは開かれていたそうです。女性セブンによると2021年7月7、8日に神奈川県葉山町にあるホテル、7月29、30日には神奈川県鎌倉市材木座のホテルで内々のパーティーが行われたといいます。前者は東京と神奈川にまん延防止等重点措置が取られていたタイミングであり、後者に至っては東京は緊急事態宣言下にありました。コロナ感染への意識の低さもさることながら、そのパーティーも夜が深くなると雰囲気が変わります。猿之助さんがお風呂に入ったらと勧めることがあり、参加者が複数人で一緒に入浴させられるんです。そのうちに猿之助さんも酔っ払ってきて一緒に入浴することもありましたし、手を握ったり体を触ってスキンシップを取ったりキスをするといったことは平然と行われていました。猿之助さんの周囲ではパワハラにセクハラを上乗せしたような行為が日常茶飯事です。内心ではそれを嫌がっている人もいます。ですが次の猿之助さんの公演に関わることができるかどうかなど考えると拒否できない雰囲気になるんですと芸能関係者は語っています。ここでもまた猿之助さんが興行で持つ大きなパワーが厳然と影響を及ぼしているのです。一般社会では絶対に許されません。ですが猿之助さんはそういった行為が許されないことだと認識できていないようにも感じられます。澤瀉屋のリーダーという立場上、誰もそれはおかしいことだよと注意できない、当たり前のように行われ、それがエスカレートして上下関係で下に当たる人の気持ちを全く考えられなくなってしまう、まるで裸の王様です。もし発覚したら社会的にも組織の中でも処罰されるようなことでも誰にも指摘されないので、猿之助さんはある意味で無邪気に悪気なくやっているようなんです。ハリウッド発の MeToo 運動を例に挙げずとも、性加害やハラスメントは許されざるべき行為で、社会の視線は厳しさを増しています。最近ではジャニーズ事務所前社長であるジャニー喜多川さんの性加害問題をめぐる話が大きな話題を呼んでいます。今社会全体が性加害やハラスメントに向き合おうとしています。当事者が自身を顧みることはもちろん、組織としても性加害やハラスメントの防止に目を光らせなければならないのは当然のことです。女性セブンはこのセクハラ行為に対し5月15日夜、公演後の猿之助さんを直撃しています。飲食店から出てきた猿之助さんは笑顔だったが、本誌が名乗ると途端に不機嫌な表情を浮かべ、答える義務はありませんとだけ話したそうです。今回の心中の背景にはこのような真実が隠されていたようです。時期的に考えてもセクハラ、パワハラのニュースが
関係ないようには思えません。両親が別の部屋で見つかったことから、猿之助さんが両親にバレたくなく一家心中を図った可能性もあります。猿之助さんは発見時意識があったことから回復の可能性があります。容体が回復し真実を話してくれることを願うばかりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。